はい、皆さんこんにちは、ケワイシヒデです。今日も和歌山の、メイクスタジオからお届けいたします。今日はそのコンシーラーの使い方ということでお話します。コンシーラー基本的には濃い色からですね、順番に使います。濃い色で明るい色という形ですね。はい、それではまずカモフラージュブラシというですね、こういうあの専用のブラシがあります。ちょっとナイロンになってるんですけどもね。でこれを濃い方の色からまず軽く取って、手でなじましてですね、でまずどこにつけるかというと、あのこの目の際、ここがですね結構赤黒いんですね。この赤黒くなってるところにちょっと一プッシュ乗せます。乗せて指で少しなじましていきます。あまり量を乗せすぎるとやっぱりあのよれていきますんで、薄く乗せますね。ここ結構濃い色です。それとまあ眼鏡かけてる方でしたら、この目頭なんかにもここ色がつきますんで、こういうところに押さえます。押さえて手でなじます。こういう繰り返しです。でシミそぼかすが気になるような、まあ、こういうところがあったとしたらポンと乗せていきますね。で乗せたら手でなじましていく、ポン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 とちょっと押さえる感じ、こう擦らないように、ね、してください。手で押さえる感じでいいです。こういう形にしていくと、この色のですね、肌のちょっと濃いところとこの調整がしやすくなりますので、こういう形で合わせていきますね。それと小鼻のこういうところの小鼻の赤みとか、鼻の下ここですね、こういうところも結構赤い方が多いので、こういうところもつけます。で手で押さえる感じです。でその後明るい方で、まあ、これあの右も左も一緒なんですけども、明るい方のハイライトの使い方ですね。これはですね、まずこの T ゾーンというところ、ここできるだけ明るくなってほしいところですね。僕はちょっとこの男なんで、この肌が結構あの日焼けしてますんで濃いんですが、まあこういうちょっとハイライトを少し入れて、ここの逆三角形になるところですね、これ結構あの運気がね、いい運気が入ってくるような場所という人もいてますんでね、人相学的にはここが結構、まあ、よくしかめ面をするとここにシワができますよね、縦じわがね。そういうシワが目立たないようにということで、非常にこう大事なポイントになります。まあ、これだけでもちょっとこう明るくなったと思うんですね。この T ゾーンと鼻筋で、鼻の上のこのてっぺんはですね、ここ一番出てますからね、目立ちすぎますんで、こういうところはちょっと控えめにしとくという形で T ゾーンになりましたね。そして、目の周りをアイシャドウ塗る前とかにちょっと少しですね、目の下、アイホール、まああの下地代わりにもなるんですよ、このコンシーラーね。で目の周りも優しくタッチして、そしてこの目の下をね、塗るところはちょっと天井に目を向けるような形にすると、このちょうどこの際がね塗りやすいんで、こういう形でなじましていきます。これねグラデーションきれいにしてほしいんですね、こういう形で。で目の下これぐらいまでですね明るくなりますと、あと今度こうチーク塗った時にすごくきれいにねグラデーションできますから、明るめに目の周りをします。それからほうれい線ですね。このほうれい線は下から上に持ち上げるような形でこう乗せていく感じです。はい、で今度口角はこういう形ですね。これでね、口角が上がってるとですね、あの不機嫌な顔がなくなるんですよね。いつもこうにっこりしてるような感じになりますから、この口角を上げる形にしたいわけですね。はい、これ影なくなりました。でこんな風にしてですね、 T ゾーン、目の周り、ほうれい線、口角、それとまあ顎先とかもねしますけどもね、
まあ、このぐらいでハイライト効果が出てきます。随分この目の下のこの部分とか変わってくると思うんですね。はい、Tゾーン、目の周り、ほうれい線、ね、影の深さがね、やっぱ違ってきますからね。まあ、こんな形で、コンシーラーを、使ってみてください。それではまたお会いしましょう。KYC ヒデでした。